こんにちは、春山春彦です。春山春彦の一人放送局ですね。久しぶりですね。何回でしたかね、もう私も忘れましたけど、4ヶ月ぐらいは休んでいたんでしょうか。まあこの間にいろんなことが起こりましたですね。まずこの、政治家の問題ですね。私の主張を、まあ私も原稿がなくてね、思い、浮かんだことをねそのままお話しておりますけれども、私のその造語 TMK 帝国主義というのをね、もう一回何度も申し上げますけどね、私はこの視点でお話をしてるんですね。TMK 帝国主義の T というのは特権階級、M はメディアですね。で K は国家官僚または政治家ですね。今、まあ、政治家の不祥事が続いておりますけどね、この TMK というのはこの3社を言うんですね。でこの3社が、もうこの文明が発祥してからといいますかね、有史以来といいますか、こう社会というものがこの出来上がったところでね、やはりもうその頃からあったんだということですね。ですからもう何千年も前からこの歴史はあるんですね。この TMK に属する人たち、まあこれが日本はもちろんそうですけども、全世界でね、この人たちがまあ少数派なんですけれども支配してるわけですね。多くの人を支配してるわけです。そして、世の中の諸悪の根源になってるわけですね。で、このとりあえずこの特権階級 T ですね、 T を支えるためにあとの MK がメディアと国家官僚政治家というものがいるわけですね。でまあ日本のこの天皇陛下のね位置づけというのも私はしましたけど、これは TMK 帝国主義の中には入りません。これをね、まあ大きく包んでいるね存在だと思っていただければいいです。でもだからといって私はその神がかり的なね、天皇の位置づけはしておりません。天皇陛下というのは日本独特のね、やはり何と言いますかね、象徴なんですね。我々がその尊敬すべき、今の憲法はまあそうなってるわけですけども、まあこれは今話しても長々となりますんでね、省いておきますけど、とにかくその TMK、ね、これが諸悪の根源になっている。そしてこの特権階級を守るシステムだということですね。でそこに格差社会が生まれるわけです。必ず格差社会が生まれます。で、その大多数の人たちがね苦しめられていくんですね。で格差社会が起こるとね、そこにね、テロだ戦争だというのが起こるわけですね。まあ最初はテロがあるでしょう、それから戦争にということで拡大していくわけですね。だからこの格差社会とこの戦争テロ、これはもう密接に関係しております。それでね、格差というのはもういろんな意味であるわけですね。まあ日本国内でもあるし外国でもあるわけですね。それで国内の格差もあるわけですよ、当然ね。それで国の間の格差もあるんですよ。先進国と後進国の格差とかね、それから男女間の格差というのも当然出てくるわけですね。まあここで、いろんなその醜い争いが生じてくる、そして利権が生まれてくる。で、この原発というのもありますけどね、これもその中に位置づけられるんですね。原発も位置づけられるんです。これは、そういう社会を維持 していくためにね、まあ原発も登場してるわけですね。もうこのいろんなチェルノブイリやらね、この日本の
3.11 ねの事故もあったにもかかわらず、それからアメリカはスリーマルトをね、そして多くの犠牲を出している、そして費用も膨大、そしていつその解決するかわからないね、そういうそのもう本当にね有害なものなんですね、うん、費用はかからなくて効率はいいなんてねバカなこと言っちゃダメなんですよ、ね、まだそれを言ってる人はいますけどね、そんなことはもう絶対ありません、これはもう証明されてます。それで日本では福島の人がね今まだまだ苦しんでいるんですね、帰還できません、うん、いくら除染してもダメなんですね、まあこういう現状があるということ、そして、我々この一般の労働者ですね、働く者も我々の平均年収は420万ね、これで生活はできません、結婚してね、子供を育てていくなんてことはできないんですね、だから非正規社員が、4割もなっていますかね、4割になってるんですよ、うん、まあそういう現状をもう今までね何度も言ってきたんですけれども、まずこれが前提だということをね、いろんなこの事件が事象がありますね、政治的な事件があったりします、そしてそういう現象があります、もうすべてそれはこの TMK 帝国史で説明できるんですね。だからもっとこの範囲を広げて言えばね、文学とか哲学ね、政治思想こういうものもね、もう大方 90% はこれで説明できるんですね。単純すぎるとよく言われるんですよ、なんだと TMK そのたった3つのね、要素で世の中を支配してる、それで説明できるなんてね、そんな単純な構造じゃないぞと世の中はね、こうおっしゃいます。特にインテリはそう言いますね。で右も左もインテリというのはいますからね、まあ特に左はそうなんですけども、右も最近はね、そうじゃなかったんだけど右のインテリもいるんですね、結構ね、でややこしいことを言います皆さんね、うん、だけど私はイデオロギーにとらわれないね、まあ私も昔は社会主義思想に、ね、染まったことありますよ、学生運動、これはもう私だけじゃない、みんな左がかってね行動したものです、若い時はね、まあそれでそういうイデオロギーにもね共産主義社会主義、ということもまあ経験しましたけども、もうそういう時代ではない、もうこれも前も言っておりますけど、ソビエトは崩壊したんですね。で中国、これは共産党が支配していますけど、まあね、共産主義社会なんて、それを目指しているもう国情ではありませんね。それをただ使ってるだけです、言ってるだけです、口先で。もう最悪の中国はね、最悪の資本主義社会なんですね、うん、もう共産主義社会主義国家とは言えません、まあおそらく地球上にねそういう国はありません。だからもう崩壊したんです、共産主義社会も社会主義ね、まあ、マルクスの理論というのはねもう崩壊してます、現実の問題としてね、いくら偉そうに言ってもダメです、でだからといってね、まあこの自民党がねやってるこの政治、まあ右寄りなんですけどね、まあ本当にねくだらないですね、私はもう名指しで自民党と言いますよね。なんでこんなねくだらない人間が多いのかということですね。中には立派な人もいるんですよ。それからね、もう一つ誤解の内容に言いますとね、 TMK、という私は定義をしましたけど、この中にもねレアケース、稀なケースとしてね、立派な人いっぱいいるんですよね、誤解の内容に、うん、だからまあ歴史的に見てもね、私は西郷さんを尊敬してるんですけどね、私の親父もそうでしたけど、まあ明治維新をね成し遂げた、まあそのね、TMK の中に属しますよね、それもその以降は。だけど西郷さんの生き方はやはり TMK の中にあってね、立派な生き方をしたんですね。そういう人たちいっぱいいるんですよ、今の自民党の中にもいますね、偉い人はいます。
で、それは一概には言えないんだけども、まあ、当然ね、そういう例外はあるということも頭に入れておいてください。私はだから極端なことを言ってるわけじゃないんですね。で、前も言いましたけどね、やっぱりこの消費社会なんですよ、我々はね、どうしても。で、人間ってやっぱりね、動物なんですよね。人参をぶら下げないとね、前に進めない。その人参を見て前に進む馬じゃないですけどね。まあそういう要素はもう多分にあるんですよ。だから、これは財産を目指してね、権力を目指して、みんなが、努力するわけですね。今トヨタ自動車のね、その創業者トヨタ佐吉という人は、まあね、最初はやはり何度もこの倒産したと聞いておりますけどね、で汗に、しっかりとその血を張って努力しながら、まあ倒産を何回か経験したというふうに聞いておりますけど、まあそうしてね、消費社会というのは早々期はね、みんな努力していったんですよ。それで努力して、そしてやっぱりその中で科学もね、いろんなものも進歩していく、そういう要素はあるんですね、あるんです。だけどその果てにはね、この核というものがあってね、日本はそれによって原爆も落とされたね、ということで弊害も多い、もちろん弊害の方が大きいんですね。まあ今北朝鮮とね、アメリカ、まあ日本もアメリカに組みしてますけども、挑発しちゃっておりますけどね、これも核というものを持ってね、やってるわけです。これもやはりそういう先のね、人参をぶら下げて走った結果、頭の方がそっちに、行っちゃったんですね。だから何か一つのね、原動力にはなるんだけどもね、この仕方を、操縦を誤るとね、とんでもないところ行くんだということを言いたいんですね。まあ最近起こったことといえばね、何かというと、まあ日本で言えば自民党のね、政治家、つまらない政治家ですね、もう低俗な政治家ですね。それから自民党以外の女性もいますね。あれ維新の党でしたかね、大阪の方につまらない議員がいますね、国会議員が、女のね、女性の、本当にね、維新あれ除名されたんですかね、それからもう名前なんか覚えてませんよね、若いのは30代の若い女性がいますよね、タレントみたいなことを今やってますけどね、つまらないです、なんかプロダクションのね、社長がそれを指導してるとかなんかね、やってますけれども、まあこのプロダクションの社長というのもちょっとね、バカじゃないかと思うんですけどね、低俗な連中ですよ。それから今自民党の安倍さんね、まあいい加減にしなさいと言いたいね、賭け問題ね、百何十億ですか、国の予算とね、今治市の愛媛県の予算、ね、これをまあ言えばどういうふうに使うんでしょうか。みんな血税ですね、我々の税金です。それから大阪の何て言いましたか、あれ籠原って言いましたっけね、この妙な政治好きのおっちゃんねが妙な愛国をね、抱えた学校幼稚園を作ったためにね、安倍さんの奥さんまでがその中にね、参入してきて、まあ100万円渡したとか渡さないとかね、バカなこと言っておりますけどね、まあそのもう細かいことは私知りません。あなたはいちいちここで言っても始まらない。とにかく数字も私ももう忘れました。そんなのは検察がやればいいことでね、我々はもうアバウトでいいんですけれども、とにかくね、つまらないことが多いんですね。それからこの安倍内閣のこの大臣ね、まあ男もそうですけどね、感覚がね、やっぱ麻痺してるんですね。金と権力にね、酔わされてるんですよ。でもう自民党の議員のほとんどはね、そうだと思った方がいいんですね。これはもう国会議員だけじゃない、地方議員もそうです。県会議員、市会議員ね、町会議員、まあその系統はね、皆そうです。
もう一つのねビジネスとしてやってますからね。もうこれはわかるでしょ。もう私が言うことだけじゃないですよ。言わなくたってわかります。もうみんながね、それ分かったからこの都議選で自民党は惨敗したわけですよ。で小池さんが出てきたんですけど、この小池さんもね、皆さん、私は前から言ってますけどね、これで、政治をよく見ないとダメですよ。 TMK 帝国史がここでもね、しっかりと理解してないとね。だから TMK 帝国史っていうのはシンプルなんですけどね、なんていうのかな、この考えはね、ブレちゃダメなんですね。ブレてはダメなんです。ブレるからインテリがね、妙な理屈をつけてね、枝葉のところへどんどん行ってしまってね、何を言ってるかわからないっていうことになってしまうんですね。で、小池さんに戻りますけども、これはね、やはりね、自民党的な要素を持った人なんですね。だから小泉さんがね、ちょいと前に、小泉劇場でね、郵政改革で、戦いましたけどね、衆議院を自民党をぶっ壊してやるなんてね、自民党がなんか本当に潰れるのかよという感じでやりましたけど、あれと同じですよ。何も自民党が潰れるわけじゃないんですね。そういう要素、小泉さんとその竹中平蔵の話ももう私が言うまでもないことでね、新自由主義というんですけども、これが格差社会を大いに引き起こした連中です。でこの竹中平蔵なんていうのは、パソナって言うんですか、この人材派遣会社のね会長がなんか収まってるはずですよね。どっかの教授で収まってればいいものをね、政治に首を出してね、で、会長に収まってますからね。この正体ももう分からないとダメですね。格差社会を引き起こしてるんですよ。でそれがね、もっともだと、国際競争力つけるにはそれはまっともだ、まっとうなね、理屈だと言わんばかりに、この竹中平蔵のバカ学者ね、学者じゃないです、これはね、言っておりますけども。小泉もそうですね、これを支えたんですよね。彼の子供小泉進次郎というのがいますけども、皆さんよく 見といてください。みんな同じなんですよ。この小池もそうなんですね。小池が何かね、一人勝ちしているような感じしますけどね、この東京都では。そして、都民ファーストじゃないけども、どこでもファーストってなんだか50ぐらいできたと言ってますね、最近。地方にもね、みんな本当バカですね。ファースト、何ですか、第一市ですね。それは国民が第一市に決まってますよ。都民が第一に決まってますよね。何の今更言うなってんですね。どっかのその地方のね、なんとかファーストっていうのが増えてるらしいんですけどね。本当にね、取り柄のないこの人たちですね。もう皆さんね、そういう人たちをね、あざ笑わないといけませんよ。ね、バカにされてるんですよ、国民はね。なんか一つ言えばね、それで、一票がね、増えるなんて、全く単純なことを考える人たちですね。それから、さっきちょっと道それましたけども、この、いろんな、特に自民党系のね、国会議員、特にこの大臣、がバカな人たちがおりましてね、女性議員もそうですね、稲田、誰かな、トヨタね、ハゲきったあの女、ね、東大出てどっか、ハーバードかどっか出たらしいんだけれども、それはね、東大出た人、素晴らしいですよ、努力してね、なったんだから。だからそういう人たちをね、全て否定するわけじゃありませんよ、当然。ね、そういう大学出てもね、バカはバカだということですよね。何のために政治家になったんだと、ね、自分ファーストなんですよね。自分ファーストで政治家になってるからこういうふうになるんですね。このトヨタ議員、みんなよく見てください。自民党の親父たちね、バカなことやってるこの親父議員たち、これをね真似してるんですね、この女性議員が。だから女性活用というのもね、言い換えにしなさいって言うんですよ。そういうバカな議員をね、活用するなというんですね、私に言わせれば。
でね、もっとあの何というかな、平和で穏やかな社会ね、それはまあ格差は多少あるでしょう。私はもういつも言ってますけど、格差は仕方がないんですね。ということはあのみんな努力も行くようにしますからね、だからそれはあの努力した人が報われるということは、まあ今の世の中ではね、必要なことですよ。現段階でね、うん、将来どうなるか分かりませんよ。人間がもっと上等になってね、いやもうそれはいいよと、もっとおおらかになる日が来るんでしょうか。まあそれはあの私も絶望的だと思ってますけど、人間っていうのはもうここ止まりなんですね。人間をぶら下げて、前に進む、そして金と権力をね、を欲するものである。だからそれをね、抑制していくしかないんですよ。人間の本能みたいなものなんですね、それは。だからこれを抑制していく。だから格差をなくしていく、できるだけね。で、今はほら、ビッグデータってあるでしょ。人工知能というのがありましてね。ビッグデータがいっぱい出てるんですね。世の中に氾濫してます。で、これを駆使してね、その、私が言うこの TMK 帝国史。まあ、あの正確に言えば反ですね。アンチ。反TMK 帝国史、それをもっとその実態をね把握して、で、格差のない社会ですね、ないというのは全くないというわけじゃないですよ。さっきから言うようにある程度の格差は必要かもしれません。だからそれを数値でね、あのビッグデータでもってあのやっていくと。それで基本はあの反 TMK 帝国史というのを中心に据えましてね、何かやるときはほら、やっぱりそういう考えが必要なんですよ。ね。格差を、あの、できるだけ、あの、少なくすると。ね。そういう社会。もう、どういう格差があるかっていうのは今まで話しましたね。もう、私も数字も忘れましたけどね。なんか世界の上位8位が、ね、全世界の36億でしたかね。の半分以上の財産を持ってるっていうのがありましたでしょ。まあ、ちょっと私もアバウトで言ってますけども、もうそういうね、極端な社会になってるんですよ今。それは汗をかかないね、投資家グループ、あのウォール街のね、人たちです。数年前リーマンショックでね、一旦その正体がバレてね、一時引いたんですけど、またここにね、この3つを頼ってね、またその食い散らしてるわけですね。まあこれは実態だということです。あの世界の経済のね、まあその中で、できるだけその格差をなくしていくということなんですよ。ね、格差をなくさないとテロもなくならない。それから戦争もなくならない。ね、格差は民族間の格差、それから宗教間の格差も出てくるんですね。俺の宗教は正しいと言ってね、自己主張が過ぎてくるわけですよ。ね、で過激派も生まれる、ね。だから譲ることを知らない、そういう社会になっていくんです ね。これはだからとんでもない社会に、ね、発展していくんだということです。あのただ口でね、私は言ってるだけじゃないんですよ。現実に起きてるからいいんですね。危ないんです、これはね。今北朝鮮がね、あのアメリカと、まあ、日本も危ないんですよ。日本もね、アメリカの目かけになってるわけですから、あの、まあ言えばね、はっきり言えば。だから危ないですよ。うん、で、あの、当然、北朝鮮っていうのはね、我々の、あの、国民のね、何人かを拉致してるわけですからね。海賊行為ですよね。まあそういう悪辣なことをやってます。うん、で、今この北朝鮮がアメリカに、ね、挑発してるのは分かるでしょ。これはもう、私は言うまでもない。アメリカが怖いからですよ。アメリカはいつ乗り込んできてね、政権を倒される、あのイラクみたいに、なりたくない、ね、これも利権です。だからね、まあそのところであのこういうことが起きている、ね。で、まあもう話は前後しますけどね、 いつもこの格差のことで、420万だと今日本の40% 近くが非正規社員ですね。で平均年収が420万と。で、私はここでいつも NHK の問題出しますけどね、 NHK の平均給は1700万、
これはね、私はしっかりと調べましたから、皆さんも調べてみてください。 NHK の担当者に聞いております。ということは4倍強なんですね。そうでしょう、うん、で自民党さん、NHK はね、いろんな仕事があるわけですけども、まあ、どの人たちがどれだけもらわなきゃならないということは私は言うべきことでもないけど、全体にね、要するに高いということですよ、ね、1700万ってひどいじゃないですか。ということは2000万3000万もらう人もいるっていうことですよ、いっぱいね、うん、そういう人もざらにいるということですね。まあこれをね、半分にしてもね、この市長、何料って言いましたっけ、 NHK が徴収してるね、これももう徴収しなくてもいいんですよね。その役座みたいなね、取り方をしてますけれどもね、人の個別訪問来てどんどんね、ドア叩いてますよね。まあ下請けの会社やってんでしょう、ノルマは課せられてやってんでしょうけどね。まあこれは実態ですよね。でね、もう一人、そのちょっと話は飛びましたけども、小池の前の知事石原慎太郎ですね。まあこれもね、とんでもない人間ですよね。まあ豊洲の問題はまだ解決しておりませんけどね、あれをまあ契約した経緯、これは我々は分かりませんね。資料は何もないんですから、うん、だけどね、まあよく忖度という言葉が入りましたけどね、我々はやっぱり推し量って考えるしかないんですけどね。じゃあ証拠を見せて、それから人を批判するなんて、こんなやつたらね、批判はできません。誰も何も言えませんね、うん、それはそれこそ推し量って、忖度して言うしかないんです、そういう場合はね。傲慢な態度は許せないです。知事だった頃ね、週に1回ぐらいしか行かない、それで猪木とか、ね、猪瀬っていうんですか、副知事、まあその後にまた知事になって失敗した男、こういう副知事の連中を使ってね、実際は自分はほとんどタッチしてないね。大人様大名気分で都知事の期間をね過ごしたわけですよね。まあこの男、最初芥川賞をね、学生時代にもらったこの芥川賞をね、やったのは大間違いですね。もうそれでね、起き立ったんですよ。まあこれは反対してね、する人も多かった。でも過半数であれ決するわけでしょ。だから当時のね、審査員もね、バカだったんですね。まあ小説家だからね、偉いってこともないんですよ、皆さん、ね、芥川賞の選考委員っていうのも今もいますけどね、直木賞の選考委員もいますけども、本当に公平にやられるのかね。この私はだから、この基準も TMK 帝国史で文学も語れる人がいたらね、しっかりと湘南ボーイがね、まあ弟の裕次郎のそのまあなんていうんですか、湘南での生活、まあそれを参考にしながら書かれたとこう言われてますよね。私も何度か読んでみましたけどね、映画化になったのも見ましたけども、我々は高校時代でしたかね、大した小説じゃないですね、うん、何も小説と文学というほどでもないです。あれは湘南ボーイのね、まああれを新しい波と考えたんでしょうね。当時のその作家たちが、まだ垢抜けないね、泥臭い作家たちですよ、その当時ね、うん、それで湘南ボーイをのああいう生活の実態を面白いと思ったんでしょうね。これは新しい、日本にね、新風を開く、まあそういう感じたんでしょうかね。まあ単純なね、文学者、小説家たち、選考委員がいたんですね、頃。で彼はね、芥川賞になったもんだから、もらったもんだから浮き立ってね、浮いてしまったんですよ。それでトントン拍子にね、国会議員にはなるわね、うん、小説もその後もまともな文学者としてのね、小説家としての小説書いていないと思います、私はね。まあそれでこういうその石原慎太郎みたいな、まあちょっと私は来ましたけど、まあこれもね、確かじゃないから、確かなことを言うなと言われると一向にそういうことを話しませんけども、石原裕次郎の歌っていうのはいっぱいあるらしいんですがね。まあこれも慎太郎はね、お金を積んでこのダンプとかいろいろあるでしょ、この女医さんなんて言いましたっけ、女医さんとかね、まあそういう会社にお金をどんどん送って、
で、あの曲もねどんどん入れさせたということじゃないのかなという人が、あの巷にはいます。私はそういう人から聞きましたね。これも証拠を出せと言われてもね、あの私はいちいち金を渡しているところを見たことはないわけでね、これも忖度するしかないんだけども、まあ彼らのそういう生活の仕方を見ているとね、で日活の映画っていうのも本当つまらないですね、我々が見たら。今考えてみるとね、我々も本当あの若造だったからね、一生懸命見ましたよ、ね、石原裕次郎の映画も。だけど、まあ、今考えてみると本当に歌も映画もつまらない、ね、ドンパチ、ピストルね、暴力まがいのねことばっかりやってるわけですよ、ね、何の、 あの感動も覚えない。今考えてみるとね、そういうのばかり日活やってました、ね、それから日活ポルノっていうのかな、まあその中で慎太郎も出てきたし裕次郎も出てきた、この二人はね、まあちょうど時代がね落ちたんでしょう、そういうね、なんかやっぱり戦後のね、その鬱屈した状態、まあそれをこの二人がね、ちょうどいい時期に現れたのかもしれません。まあ本当にねポピュリズムもいいところですね、ゲスの極め、まあこういうと怒られますけどね、うん、まあこの石原慎太郎ファンもいっぱい多いんですけども、はい、慎太郎もそうですけど、裕次郎ね、裕次郎の歌を歌う人もいっぱいいますね、カラオケ行くと、うん、まあそういう背景があったということです。まあポピュリズムね、大衆迎合主義といいますかね、まあそれに、このぴったり2人がはまり込んでしまった、まあそういう世の中もあったということですね、まあこれはもう今から判断していけばそれはまあ分かることですけど、まあ分からない人も今いますけどね、いまだにね、うん、未だにいますよ、それは裕次郎ファンいっぱいいますから、まあそういう人が、この私の話聞いたらね、私は本当にね卵でも生卵でもぶつけられそうな感じしますけどもね、うん、はっきり言っておきます、これはもっと時代が過ぎるに従ってね、時が経過するごとにね証明されていきます。つまらない、あそれは社会だったな、映画だったな、小説だったな、慎太郎ってこういう人間だったな、もう今は賢い人は気づいてますよ、ね、まあそういう体質 TMK、 これも TMK でだから帝国史でね理解できることですよね。湘南ボーイ TMK に属するね、遊び好きの、この若者がねやったこと、そしてそれに乗っかってきた、ね、TMK 好みのこの文化、これがあったんです。これがこの石原慎太郎の正体だと私はそう思ってますよ、ね、都民銀行というんですか、これも意外なことでね終わってますけれども、それから豊洲ここには何かね不正があったような気がしますよ、うん、不正があったんです、ね、まあ私は検事じゃないからそこで証拠は出せませんけども、今からどんどんね調べていってもらいたいもんですね。これもねあんなねその汚染された土壌の中にね人が口に入れるこのね、市場をね持っていくなんてね発想がまずね、これ文学者だったらね考えますか、こんなねことを、うん、文学者ですよ、少なくとも芥川賞をもらった作家が考えますか。だから彼は芥川賞に値しないバカ者だったってことですよね。ただ単なる政治家事業家ですね、偉そうな口叩いてもダメですこれはね、もういろんなことでね、そういう政治状況ももう分かってきました、うん、もっと明らかになりますよこれからね。それから小池都政、これもねよく見ていかないとごまかされますよ皆さんね、うん、ごまかされるんです。まあ今の雰囲気だと難しいですね、小池小池ってみんな言ってますからね、うん、自民党のね同じ穴の無地なということをね理解しないとダメですね。でね我々は大事なことはこの TMK に属する人たちのねやっぱり悪行をね暴露していくことなんですよね、うん、それでこれは何かというとまあ私もこういう活動がその一環としてあるわけですけどね、一番
大事なことは選挙活動ですね。何も私たちは過激なことを進めているわけじゃないですよ。今ね、安倍があのこの前、法律を通しましたけどね、それに引っかからないようにとやっているわけですけどですね。ね、昔は治安維持法というのがあって、ね、まあそういう活動に違反した人たちはとんでもない目にあったんですけどね。まあそういうことはないことを願っておりますけれども、まあちょっと話それましたけど、要するにそういう過激なことを私は言ってるわけじゃない、ね、世の中がもっと平和にね、穏やかな生活ができるような環境、そうするとそれをね、やる今の政治家は誰なんだろうと難しいんですよね。民進党にね、本当はもっと力をつけてほしいですね。で、私は共産党は嫌いです。共産党の人たちっていうのはね、この共産主義社会を目指してるんですけれども、言葉は綺麗ですよ、共産主義社会ね。だけど幹部、私はほぼ見ましたけどね、実際それはそういう人たちと会って見たわけじゃないからわからないけども、元幹部は本も書いてるでしょ、ね、悠々としてどっか伊豆に、別荘を構えてね、そこで悠々と悠々自適の生活を送ってるんですね、共産主義を云々する人たちが。そして、上のこの幹部の人たちのね、意見がね、やはりこの命令口調でね、本当民主的なね、話し合いができるのかどうかということですね、内部で、これも怪しい、ね、だからまあそういう体質を持ってるんです、共産党もね。嫌です、そういうのはね。ある意味もうもっと嫌ですね、うん、理想を抱えているがゆえに、みんな夢を託しているがゆえに、ね、ホテルで悠々とやってると、もうそれ聞いただけで妙な気分になりますね。だ共産党も嫌です、私はね、自民党も嫌、いや誰だと、まあ民進党ということになるんだけども、まあ民進党もう少しね、まあちょうど原発が、福島の原発が起きたのが運が悪かったですね。これもともと自民党は やらかしたことですけどね、原発は。もとも民進党、自民党から民進党に移ったのもいますけども、もっと理想な形でね、で、まあ未熟だったこともあるでしょう。だけど、これ他の党に託せますかね。今、山本太郎さんっていうのがいますね、若手で。人の意見はいいですね。うん、私はああいう人好きですよ。それから、みずほさんね。社民党のね、福島みずほさん、こういう人たちはいいですね。ね、それから民進党にもいますよ、いい議員が ね。まあ少なくとも自民党的なね、右寄りの人はもう民進党から辞めなさいということです。ね、ややこしいです。そういう人はまた自民党へ戻ればいいんです。いっぱいいるじゃないですか、そういう人ね。うん、もっとリベラルでね、しっかりと自分の軸を崩さない。その都度ね、その自分のその選挙の有利なようなね、状況の中で泳いでる人ダメですよ。小池さんそうでしょ。なんと党移動したんですかね、政界の渡り鳥って言われるぐらい、もうそれはもう有名になってるけれどもね。でよく見てください、目つきね、なんかね、じーっととね、国民のその愚かさをこう眺めてるような雰囲気ですね。うん、ね、ほくそ笑んでますよ、心の中ではね。まあそんな言うと小池さんグループに怒られますけど、若さって議員もどうですかね、皆さんの目つき、ね、あれは賢者上がりだと言うんですけれども、まあ賢者上がりの顔してますけど、政治どこまでできますかね、うん、小池さんとご都合主義でやってんじゃないですかね。本当にね、国民のためになる政治をやろうとしてるんですか、この人たちはね。うん、まあそうじゃなくてね、やっぱり私利私欲を政治家はね捨てないとダメです、ね、だからさっき言ったような人たち、自民党にもいますよ、そういう人ね。だからそういう人たちがやはりまた結集してね、もうそういう人たちは自民党に行っちゃダメですね。自民党から出た方がいいです。それから民進党による自民党的な人はもう民進党から出て
自民党に戻りなさいって言うんですよ。で民進党がまあ言えばちょっと荒っぽい言い方ですけど、福島あのね水尾さん挨拶がやっぱりあの民進党に入ってね、あの軸にならないといけませんね、まあそれは無理だと言うかもしれませんけど、それからあの山本太郎さん、これも小さい党作るじゃなくてこっちの方に合流してね、あのもっと大きな党にあの組織的に強くならないとね、要するに選挙活動ですからね、最後はね選挙行動で、我々は一票を投じることでね、この、民主社会は変わっていくわけですから、今の社会はね、まあそれを望みます ね。それからまあいろいろね私も言いたいことあるんですけれども、このやっぱり、マナーがあのなってないですね。私もまだ現役でね働いてますけど、朝通勤ラッシュでね、もう遭遇すること前も言いましたけども、みんなスマホを持ってね電車の中で、まあねそれはまあ時間があるからね、いいんですよそれは、見てね。で私はスマホが全部悪いとは言ってませんね、これ私もこれあの YouTube で流してますからね、私のこれを見ていただく人、これはもう喜ばしいことですけど、それからニュースを見たりね、いろいろ小説も読んでみたりね、スマホで見れるわけだし、まあいろいろ勉強してる人もいますよ、それはね、資格講座を見たり、だけどまあどうもね大半はこれはまあデータがあるらしいんですが、 60% はゲームだなんだってね、まあゲームがつまらないと言うとまた怒られますけどね、あんまりどうだろうね、この世の中ね、まあ、ゲームで自分たちの気晴らしをしていると、そしてそこに逃げているというんであれば一向に世の中変わりませんね、それは ゲーム屋をね、ゲームの会社を儲からせるのはいいんですけれどもね、本当船舶です。それからなんかアニメもね、最近本当にねつまらない、私はまあ最終的にはアニメっていうのは一つの文化かもしれないけど、最終のものではないと思ってますよ。まあ、文字で読むね、ものが最高です、やっぱり。愛にね、みんな考えるんですよ、ああいうのはね。まあ、それはちょっと置いときましょう。まあ、私も判断にそれは苦しむところです。アニメ素晴らしいという人もいるんでしょう。ジブリもあるしね。私はあんまりジブリには興味ないですけれども。まあ、それは人それぞれですからね。まあ、それはそこまで言っておきますけど。もっとね、のんびりしてね、この癒される社会、まあこれを望みますね、まあ今日はここまでにしておきます。で私は小説家になろうというサイトにもね2年前出しております。今幸いにね、ずっと伸びておりますね、視聴者も伸びております。それから私はまあミュージシャンというとねおこがましいんですけれども、気恥ずかしいんですけれども、この日本古来のねやっぱり日本人が歌うような歌、まあ、これは好きなんですね。今でも夏メロと同様これもやっています。これもね伸びております。検索数が伸びておりましてね、アクセスされる方が最近増えております。ぜひこっちの方も見てください。一人放送局はこれで終わりますけどね、他の分野もありますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、終わります。頑張ってください。